皆さんこんにちは、こんにちは。さあ本日も札幌ドーム、そしてテラスステージにお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。さあ皆さん今日も暑いですね、はい、いや暑いですね。もういや暑いです、すっかり夏がやってきたんじゃないかと思いますよね。この間までは冬だったのに、うん、本当だね、一気に夏です、ね、びっくりしちゃうね、はい、ということで今日も快晴のもとマスコットステージどうぞよろしくお願いいたします。のマスコットステージの MC を務めさせていただきます、ファイターズガールの真央としおりです。よろしくお願いいたします。さあ昨日から始まったマスコットステージですが、はいはい、昨日も見たよっていう方いらっしゃいますか？昨日も来てくださった方、たくさんの方に来ていただき、どうもありがとうございます。ありがとうございます。昨日はですね、こちらのステージ、はいはい、いやいやスタジオで、スタジオでしたね、もうね、夜まで生テレビをあの番組のね、していたんですけれども、はい、やっぱりさすがの切れ味でしたね。でしたね、切れてましたね。もう序盤からキレッキレでしたもんね。ファンデを越していますよね評論家の先生方がね、はいはい、こちらのステージで激論を繰り広げてくださっていたのですが、はいはい、今日は一体どういった内容になっているのでしょうか。お楽しみにしていただければと思います。さあですね、本日行われておりますこちらの We Love 北海道シリーズにちなみまして、はいはい、本日はですねこちらのクイズをご用意いたしました。後ろに静かにスタンバイしておりましたミキティにどうぞご注目くださいませ。それでは本日のイベント内容はこちら、じゃじゃーん、北海道179市町村関東ということで、北海道ではおなじみのこの曲聞こえてまいりましたよね。そうですね、皆さんもご存知でしたでしょうか。あの皆さん大好きな大泉船長の出演されております。そうです、船長の番組ですね。 あんなどうでしょうの、はい、今日はどうでしょうの、今日は木曜どうでしょうね行っていきたいと思うんですけども、今日は木曜日だからね、はい、ということでですね、こちらのクイズを今日は行っていきたいと思います、はい、まずねルール説明の前にこちらのクイズに参加される皆様を改めてご紹介させていただきますね。はい、それでは登場していただきましょう、はい、まずは北海道で知らないことはない旅のカリスマ、ビービー、ビービー。さあビービーが登場しました、拍手、ね、北海道のことはお任せくださいと。もうね、今日のクイズはもうビービー全問正解でしょ、余裕です、ね、余裕余裕と、はい、ということで旅のカリスマよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ続きまして、料理の腕はまさにシェフ大泉、ポーリーよろしくお願いいたします。さあシェフ大泉は高いところから高いところから調味料入れてますよ、ピストルをよろしくお願いいたします。さあさあさあ、そして最後はいつかは趣味のカメラで幻の鳥を激写したい、フリップ、あ失礼、フレップ、フレップ、フリップすいません、わざとじゃないです、あ近いです、いやいや近いです、失礼って思ってないでしょ、すいませんごめんなさいということで今日はこちらの3名に参加していただきたいと思います。もうねまだね、はい、クイズ始まってないんですけども、さっきね書きたいこと書きたいだけ書いておりますので、まだまだ始まってないよ、お楽しみいただければと思います。それではね、じゃあ早速クイズ、もうまだ出してないから、まだ増してない、増してる人いるの、怪我増してる人いる、あ増してない、失礼いたしました、失礼をいたしましたということで、じゃあクイズのルール説明の方、まあよろしくお願いいたします。はい、ここからルールを説明していきたいと思います、はい、皆さん一度は見たことがあるのではないでしょうか、こちらのカントリーサインを使ったクイズを出題します。町、ね、と町の境によく立ってるあれでございます、はい、そうです、皆さんお出かけした際に見つけるのではないでしょうか、そうですね、まずファーストステージでは、はい、このようにイラストを見て市町村名を答えてもらう、はい、そしてセカンドステージでは逆に隠れたイラストを、はいはいはい、まず市町村名を見て、名前を聞いて、イラストを描いてもらう、なるほど、少し難しくなりますね、はい、そしてサードステージではイラストも市町村名も隠れていないカントリーサインを見て、はい、北海道地図のどこにその市町村があるのかを当ててもらいます。さあこのようにどんどんレベルアップしていく問題に、はいはい、ビービーポリーフレップには個人戦でチャレンジしていただきます。ちょっとね、すいませんけどプリさん、これ後で使う大切なものなので、そうそう、ね、髪飾りではない、タトゥーではないんですよね、粘着力なくなるからね、ごめんなさいごめんなさい、ちょっとということでお
気をつけいただいて、それでは早速始めていきたいと思います、ね、はい、まず私が持っているこちらのカントリー作業をご覧ください、はい、まずはこちらで1問例題に皆さんにチャレンジしてもらいたいと思います、はいはい、まあ、これはわりかし簡単ですよね。はい、皆さんこちらのイラストを見てどこの市町村のものか考えてください。それではシンキングタイムスタート。まあ、これは明らかにねスイカではないですよね。ビビ余裕だよね。余裕だよね。ということで、じゃあ皆さんもじゃあ会場の皆さん一緒に例題ですので正解を言ってみましょうか。はい、せーの。ええ意外と全然正解がいろんなの聞こえてきましたが、富良野、夕張、いろいろ出てきましたけれども、こちらの正解は夕張市となっております。はい、ということでですね、こちらのカントリーサインに隠されたヒントをみんなには見つけてもらって答えをどんどんと導き出していただければと思います。じゃあみんなルールは大丈夫？ OK。 じゃあそれでは早速1問目いってまいりましょう。じゃあ1問目のカードをじゃあモーに選んでもらおうかな。はい、じゃあそれでは第1問こちら、じゃじゃーん。さあみんなに見せてもらおうかな、マスコットのみんなに見せてもらおうかな。はい、じゃあこちらの楽勝、ビビ楽勝、楽勝。じゃあそれではシンキングタイムは10秒でいきましょうか。さあそれでは会場の皆さんも一緒にお考えください。シンキングタイムスタート。さあこれはですね、しっかりともう分かりますかね。これは何ですか？前にあるの、皆さん行ったことある方いらっしゃいますか？わかります、ね、もう行ったことある方でしたらね、もうすぐわかりますよね。みんなできた？ OK。 はい、じゃあそれでは一斉にフリップをオープンしていきましょう。フリップオープン。さあフリップから串色、なんかね、なんか読めない、串色、串色合ってる、モンベベツからの、もう BB 間違いなく漢字もバッチリでございます。紋別市、しかもね糸紋別の方でよろしかったでしょうか。はい、ということでこちら正解の方めくっていきましょう。どうぞ。じゃじゃん、紋別市ということで、こちらのカントリーサインにはガリンコ号、そしてね大きなカニのモニュメントが描かれております、はい、ちょっとちょっとちょっと、ホリーちゃんはこれ正解で大丈夫ですか？2人正解ということでいいですね。大丈夫ですか？はい、ということでもうね、釧路市、ちょっと BB が言ってますよ、言っとくけどガチだからね、ガチだからね、フレップ使えてますか？言われてるよ、ちょっと頑張って。それでは早速第2問行ってみましょう。第2問もじゃあ真央から選んでもらおうかな。はい、では第2問はこちら、こちら。さあ皆さん見えますか？じゃあマスコットのみんなに見せてあげてください。はい、それではシンキングタイムスタート。さあこちらの絵になりますが、皆さんはもうお分かりですか？これ結構ね難しい、難易度は高めだと思いますね。これポイントはやっぱり温度計、温度計ですかね。そして寒そうにしているこの震えてますね、女の子ですかね。 OK？ 大丈夫？ちょこれはですね、じゃあ余裕ということで、みんなこれね、さっき BB 言ってたでしょ、ガチだからねって言ってたよ。大丈夫？じゃあそれでは行ってまいりましょう。みんな一斉にフリップオープン。さあ南極、なんだ、南極、北海道にあったかな。そう、日本一寒い町、陸別町。お待たせしました、正解です。ちょっと北海道の話してるんだからね。そうだよ、北海道ね、BB、日本一寒い町でね、なので温度計が描かれております。ちょっと大丈夫ですか？お姉様、お兄様、大丈夫ですか？大丈夫？そうそう、大丈夫大丈夫、心強く持って、心強く持って、ちょっとちょっと、それでは行ってみましょう。じゃあ3問目、そこからここから巻き返していきますよ。それでは3問目いってみようかな。セカンドステージ行く？セカンドステージの問題いってみようかな。もう行っちゃう？ OK。 じゃあそれでは行ってまいりましょう。セカンドステージは皆さんさっきもご説明しましたよね、名前を言ってイラストを描いていただきます。 OK。 じゃあまず第1問はこちら、札幌市、札幌市のカントリーサインを書いていただければと思います。それではシンキングタイムとスタート。スタート。簡単？いいよ。じゃあそしたら1分で書いてもらおうかな、みんなには。お願いします。まあね、札幌市といえば、まあ、札幌ドームだったり、はいはい、ラーメンもね、あ、札幌ラーメンとか有名じゃないですか。そうですね、皆さんはもう分かりますかね、どこの絵が描かれてるかっていうのはなんとなくご存知ですか？ご存知ですかね。よく見ますよね、札幌市のね。はいはいはい、それをしっかりと上手に正しく書いて
ちょっと見ちゃダメですね。見たらちょっと笑っちゃう。見たら笑っちゃう。さあ、BB ポリフレップは札幌の中心といえば何を、シンボルといえばね、皆さんどこで生活してるんですか。札幌ですよということですよね。ということで、じゃあ間もなく1分となりますので、みんな大丈夫かな。じゃあまず最初フレップ書いてもらおうかな。はい、じゃあフレップのフリップからオープンしていきましょう。じゃじゃん、お、じゃじゃん、札幌市、札幌シティとちゃんと書いてありますね。さあ、これは何を書いてくれたのかな。時計、時計台、時計台、うん、そうだね、札幌市の時計台を書いてくれました。どうでしょう皆さん。おー、拍手拍手、お、フレップいい感じじゃない。いい感じ、どうどう。じゃあそしたら次 BB にも見せてもらおうかな。ちょっと時計台、いやもう時計台ね、時計台ね、時計台ね、最高でございますよ。あれあれあれ、カカシではないね、カカシではない。ちょっと、はい、ポリーちゃんの様子がおかしいですが、様子がおかしいのでちょっと最後にしたんですよ。ということで、じゃあポリーさんオープンしていただきましょう。いや見せて、あれあれ見せてよ、見えないか、待ってるよ、見えないって。ファンビション、じゃあちょっとこれほら持っててあげるからさ、このポーズやってって。サッポリーシーということで、サッポリーシーでございます。ということで、じゃあ正解を見せていただきましょうか。正解はこちら、札幌市のカントリーサインは時計台ということで、 BB とフレップに1ポイントでよろしいでしょうか。はい、もうね、サッポリー市にはね1ポイントあげられないけど、座布団は1枚あげるわ。いやそうだね、うん、ガチガチね、ガチね。じゃあそれでは第2問目、まだまだこのイラストクイズありますよ。はい、第2問目、こちらは北広島市、北広島市を書いていただきましょう。それではシンキングタイムスタート。ちょっとね、サッポリー市ね、ナイスだったね。いやナイスでしたね。もう正解したのが BB とポリーなの、うん、BB とフレップなのに、うんうん、ポリーちゃんに拍手がありましたからね。ちょ、まあ怒ってるよ。あ、ごめんねごめんね、フリップさん怒ってる。違っちゃった、あ、違った、正解そうなのポリーちゃんだからさ。そうだよね、ごめんごめん、そうだよね。ということで、今日ちなみに北広島市からいらっしゃった方いらっしゃいますか。あ、いますね。ありがとうございます。今からね、みんながカントリーサインをね書いてくれるので楽しみにお待ちください。はい、どうかな、みんな上手に書けたかな。まあ、北広島市といえば皆さん何か思いつくものありますか。いん、大きな声でよかったら教えていただければ。なんだろう、ヒントになりますかね。っていうと皆さん意外と静かなんですよね。いろいろありますよね。私たちよくね、ファイターズガールはみんなアウトレットにね出かけたりとかもするんですけれども、北広島市ね。ということで、お、できたかな。じゃあそれでは早速みんな一斉にオープンでいいかな。はい、じゃあそれでは行ってみましょう、はい、北広島市のカントリーサインです。どうぞ。え、ちょっと待って、もうね、どこから行ったらいいかわからない。これはどうしよう。まずツッコミどころ満載、まず BB 行こうか。クラークさん、だいぶね、ちょっとね、だいぶ端折ってるけど、さっきからね、ちょっとね、もうただの棒人間だけど、直線が多いよね。さすがです。でもね、ボーイズビーアンビシャス、北広島市、ナイスでございます。拍手。さあ、そしてそして札幌市からの、はい、ライリーじゃないですか。ライリーじゃないですか。ライリーですね。広島違いじゃないですか。北広島市、広島違い、もう一人いるんですよ、ここに。広島の北とか言ってる人いるんですよね。もうかぶった、まさかのかぶったということで、はい、もう帰れって言ってますよ。退場だそうです、2人とも。これガチだもんね。もうガチだよ、ガチだよ。もうさ、北海道のこともう一回 BB とね、ちゃんね、 BB にちゃんと教えてもらった方がいいわね。ということで、もちろんこちらも BB に1ポイント。いやー、 BB 強いですね。さすがですね。はい、じゃあそれでは北広島市、一度もう一度 ね、はい、こちらが正解となっております。しかもちゃんと入ってますよ、ボーイズビーアンビシャスという文字がね。さすがでございます。今一度大きな拍手、拍手。見たかと、反省会します。見たかと、それね、それねそれね、見たことあったんだ、ね、うん、そうだね。次頑張ろう、次頑張ろう、次頑張ろ う。ということで、サードステージ最終問題でしょうか。サードステージに参りましょう。はい、じゃあそれではサードステージお願いをいたします。さあ、最初にね、ルール説明でもご説明いたしましたように、はい、カードをまずは引いていただきます。カードを引いたものをこちらの大きな大きな北海道の地図から市町村の場所を当
当てていただきます。ということでまずはですねそちらの市町村の方を決めていきたいと思います。じゃあ一番得点の少ないポリーかな、ポリーなんだね、ポリーがじゃね、ポリー見てもらいましょう。はい、ポリーちゃん、ポリーとフレップ同点です、同点です。はい、じゃあそれではポリーちゃん見せてください、どうぞ。てれん、くしろし。いや、さっき思いっきり間違えたところでしょ。これリベンジにぴったりじゃないですか。さあ、ということでじゃあ今回はですね、これさっきタトゥーに使ってたやつ今度は持ち替えようか。やっと使えるよ。タトゥーじゃないよ、はい、これね、みんなくしろしだと思うところをこちらの地図で、じゃあこれはね、BB は最後にしましょうか。そうですね。BB はもう正解ですもん。もう BB と答え合わせというぐらいですからね。そうですね。まあまあ、釧路市、実は引っ掛けもありますので、皆さんお気づきの方もいらっしゃるかとは思いますけれども。はいはい。じゃあ、勝った方、あ、負けた方、じゃあ、ポリーちゃんからいきましょうか。釧路市の皆さん、場所ご存知ですか？うん、うんと、うなずいてる方がいらっしゃいますね。じゃあ、それではポリーちゃんからお願いします。さあ、どこでしょう。そうそうそう、いや釧路市ね、皆さんも一緒に悩んでいただけたらと思います。今日釧路から来られた方はさ、いらっしゃいます？釧路出身だよ。お、本当ですか？釧路からようこそー、はるばる。ゴールデンウィークですもんね。何時間ぐらいかかるんですか？ありがとうございます。何時間ぐらいかかる？あ、それぐらいです。2時間半。あ、4時間半、4時間半ですね。いやすごいな、やっぱり北海道はでっかい道ですね。ということでポリーちゃん、決まった？ OK、 ここで間違いないね。 OK、OK、OK、はい、ということでじゃあ続きましてフレップ。いやね、そうですよね、苫小牧にね貼ってほしいですよね。ダメですよ、苫小牧伝説の話を出しちゃ内緒にしてるんですから。苫小牧もはや伝説ですよね。苫小牧じゃないよ、釧路だよ。ということでじゃあフレップのどこかな、どこかな、矢印の位置はどちらになるんでしょうか。皆さんはもうちなみに釧路の場所はもうもちろんという感じですよね。北海道の方だったらわかるんち、うん、どこそれ、どこ、もういやいや、いやもう、じゃあちょっと BB 答え合わせ、正解をよろしくお願いいたしますよ。BB が貼り終わりましたよ。皆さん、ポリーちゃん、フレップ、 BB の答え見たかな？どう？どう？場所全然違うけど、もう顔隠してますから。そうなんです。それではじゃあ正解発表いってみましょう。 BB 大正解です。こちらが釧路市となります。ちなみにね、ちなみにがあるんだよね、 BB ね。そうそう、ね、釧路市は、うんうん、 BB 先生教えてください。そう、ここ今 BB がうんうん、指さしてくれたところが実は釧路市ととても似ている、あ、旧、あ、そうそうそうね、そうね、そうね、はいはいはい、今ね北海道のプチ式を皆さん教えてくれますからね、少々お待ちください。そうなんですよ、実は釧路町と釧路市とあるんですよね、はい、ここをしっかりと間違えないようにというところがここの問題でしたけれども、はい、まずね、ポリちゃん勝手のうまい、あ、確かに確かに、そう、まあ、確かに、その前のも以前の問題でしたね、ということで、はい、BB お見事でした。今一度大きな拍手、ありがとうございます。ということで、はい、もうね、結果発表するまでもないかとは思うんですけれども、はいはい、お、ちょっとディレクティーから BB へのチャレンジ問題が来ましたよ。ちょっとね、スタッフサイドから BB ばっかり正解してこれじゃ全然つまらないじゃないかと、クレームをいただきましたので、はいはい、まさかの身内からのクレームということで、はい、ということでですね、格差、こちらこそ格差問題ということで、いや昨日ね激論だったね、マスコット格差社会ですよ、はい、いやでも実力だもんねこれはね、格差社会ということで、こちら追加問題5ポイントにしましょうか。はい、5ポイントにしましょう。よし、こちらの問題を正解したら5ポイント、5ポイントで足りる、5ポイント足りるね、 OK、 よし、5ポイントでいきましょう。じゃあそれでは皆さん、こちらのカントリーサインよく見ていただいて、
シンキングタイムスタート。さあこれね、いやこれは引っ掛け問題ですよ。あれあれ、そうそうそう、これはですね、まあ皆さんなんとなくこちらの紫のものは何かご想像つきますよね。わかりますよね、うんうんうん、ですがこの紫のものが有名なあの町は実はたくさん種類がございます。はい、ということでこちらはもう本当に BB の腕試しといいますか、そうですね、実力を見せていただければと思います。これ正解したらあるそうですよ。それでは一斉にフリップオープン。お、神フラの神フラの丸試し。なんでやねん、なんでやねん、これなんだと思ったの。この間言ったね、あ、その報告違くて、はいはいはい、名越以下同文ということで、こちらの正解言ってみましょう。なんと、はい、こちらデデーン、中フラー、ー なんと皆さんから拍手が起こってますよ。なんとこちらスタッフ大喜び、スタッフの勝ちですね。テントが一番盛り上がっております。ということでまさかの皆さん歴史的瞬間でございます。リビー残念、残念ながら、いやいや、ということでどうも、いや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 、頭頭が低い、ガチすぎる、ブラジルに聞こえちゃう。それじゃあ、あ、大丈夫、聞こえた、聞こえたね。いやーほんとね、そんな時もあるんです。ということで結構ガチで落ち込んでおります、結構ガチで落ち込んでおります。まあ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 ということで、じゃあそれではね、改めまして結果発表に行ってまいりましょう、はい、結果の方じゃあミキティ読み上げてください、はい、じゃあまずはフリップ、フリップ1点、でも1個正解できたもんね。苫小牧伝説より良かったね。そうだね。ということでじゃあ続きましてポリ、ポリちゃん1点。さあここまで同点でございます。同点だよ、どうなるのか、同点だよ。ということで続き最後はビビ、ビビ5点。ということで最後の問題はね、惜しくも正解ではございましたけれども、やっぱりね、さすが北海道のことといえばビビでしょう。それでは今一度ビビに大きな拍手ということで、答えられ一番答えられなかったフレップとポリーちゃんには罰ゲームがご用意されております。はい、罰ゲームは定番となってきております。本日5回の裏終了時に行われます。 YMCA で罰ゲーム一発芸ということで、 YMCA の時に一発芸を2人には披露してもらいたいと思います。皆さんお楽しみ。それでは2人の一発芸をそしてね、 BB も最後にね、明日から台湾に行ってきますとね、はい、宣伝をしています。はい、よろしくお願いいたします。それでは頑張ってくれた3名に今一度大きな拍手、ありがとうございました。皆さんもね、北海道のことをもっともっと知ってくださいね。はい、さてさて今日のマスコットステージも残念ながらお時間が近づいてきました。あっという間でしたね。あっという間でしたね。ありがとうございます。いやー皆さん今日の試合も私たちと一緒に熱く熱く盛り上がっていきましょう、はい、ありがとうございます。はい、それでは最後に元気なあの曲でお別れしたいと思います。皆さん準備はいいかな。 OK、 OK、 皆さんも知ってる曲だと思いますので、ぜひ一緒に手拍子をして盛り上がっていきましょう。はい、それではミュージックスタート。